おはようございます。釣り子 TV です。デプスから待ちになったあれが届きましたよ。じゃじゃーん。ねえ、これ入会特典ルアートドラットって書いてありますよ。早速開けていきたいと思います。いやー、毎年のお楽しみですよね、この入会特典ルアー。ねえ、ウェブメンバーに入るだけでもらえちゃう。こんな感じ。うわ、かっけー。デプス、なんだろう、お弁当箱みたいなのが入ってますよ。これ新しいですね。今まで白いね、箱に入ってっていう感じだったんですけども、この箱もなんか、ちょっとね、カビ素材なんで、家でのなんか小物とかしまっとくのに使えちゃうかな、使おうかなっていう感じですけど、じゃあ早速、開けてみたいと思います。こうしながら、はい、開封してみました。あ、尻尾が入ってますね。そしてこんな感じ。トドラット。うおー、これはね、なんだろう、展示会で今年の入会特典ルアーこんな感じですよなんていう風に展示されていて、こりゃちょっとね、入るしかないでしょって、まあ毎年入ってるんですけども、今年はこんな感じのルアーが入会するだけでもらえちゃうっていうことで、で、5月末っていう感じに届いたので、ね、ほんと今のスポーニングシーズンが終わって、6月のね、梅雨が入って、そこからいよいよね、こういうのが効くシーズンじゃないかなっていうことで、まさにね、絶好のタイミングで届いてくれております。じゃあね、ちょっと出してみますね。トドラット。こんな感じ。でね、こういったテールパーツ、これは、ワーム素材かな。結構柔らかめの、この、もうね、すごいソフトなパーツですけども、見るからに、ここにつけてくださいというようなね、スクリューキーパーがついているのにね、ちょっとね、つけてみますね。このセンターを合わせて、刺しながら、はい。はい、これで完成かな。ねえ、尻尾がついて、それでもってブレードはまあこういう感じでね、最初からついていて、ということで、全体を見ていくとこんな感じですね。背中にはデプスのメンバーズリミテッドって書いてあるかな。その一般には市販されてないよっていうことで、このウェブメンバーに入ったら、まあ、これは入会特典で今回手に入って、大概ですね、その翌年からはこれのカラー違いとかがね、ウェブメンバーに入ると手に入ったりするっていうね、流れがあるので、まあ、今回デプスウェブメンバーね、入ってないよっていう方もですね、来年とかに入れば、まあなんともね、その年によって変わるんですけども、これのカラー違いとかね、手に入るかもしれないので、今年に関してはその募集期間にウェブメンバーズに登録、ね、会員になると、手に入るということで、まあ早速どんどん見ていきたいと思うんですけども、頭周りはこんな感じで、で、頭、この、頂点に視認性のいいですね。まあ、トップウォータープラグなんでピンクが吹かれていて、で、ボディのところはこう真っ黒ですね。このね、トップウォーターで黒って自分大好きなんですよね。結構夜釣りでブラックバス狙う時なんかは、黒色のトップウォーター使うことが、昔多かったなっていうイメージと、あとは通常の日中の釣りにおいても一番シルエットがはっきりくっきり出るので、出しどころによってまあ変わるとは思うんですけど、効くときはめちゃくちゃ効くっていうね、もうね、これしか釣れないなんていうね、時もあるような感じのカラーなんで、このね、ブラックカラーね、最高ですね。そして、ここですよね。やっぱ最近このね、流行りのチムシのね、トップウォーターとかカラーかな、なんかね、ムーブメントが始まったんじゃないかななんて思いますけども、ね、ノリーズのフカベイトとか、そういったところでも採用されてますよね。お腹に、こう、ね、ブレードがついてるトップウォーターですね。なんか、ほんと昔はなかった印象なので、ここ、最近この形が出てきて、なんかやたら釣れるぞっていうことで、いろいろなね、メーカーからもね、こう、
出てきだしているっていう新しい形ですよね。なんだろう、このボディのところはこうずんぐりむっくりしていて、こうなんだろうな、微妙にローリングするようなボディ形状で、で、それを受けて、こちらもフラ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 と水面にこのフラッシングを放ちながら、で、これ自分も、まあ、このルアーではないんですけど、この手のルアーで釣りをすると、投げて、あれ？ブラックバスいたんだっていうタイミングでこう、ふわーってデカバスとかが、なんだーって見に来て、で、あ、バスがいたんだってね、その確認するときに使ったりとか、あとはその、なんだろう、気圧のタイミングとかね、風のタイミングとかで、食い気のあるときはそのままバコって食ってくれたりっていうのはもちろんあるんですけども、そういったジャンルの、ゆっくりめに巻いてこう、ローリングさせて、そうするとこれが、収玉効果があって、寄ってきて、捕食に入るっていうね、そういう感じのジャンルだと思うんですけども、そこにこのデプスなりの回答としては、ナットっていう名前からわかるように、ちょっとネズミなね、感じ、ネズミな感じの、まあ、これ系ジャンルっていうことで、で、ネズミなんでこうネズミの尻尾っていう感じですよねってなるんですけど、ここにこの、ね、結構これ長いんですけども、ほんとね、デスワダーテールみたいなね、そんな感じのテールがついてますね。でもよーく見るとこのね、全然またデスワダーとは違った感じなんですけども、まあただ、デプスのこのね、形の、これ、ほんとね、修行力ありますよね。まあそんな感じの間違いないテールがついていて、で、細かく見ていくと、このフックの後ろに前と後ろ、ね、こういうポッコリが、ついているっていうね。で、事前にですね、このデプスで出ている、このルアーのね、説明みたいな動画いろいろ見てきたんですけども、この前の突起は、この後ろのテールに干渉しづらいように、ね、これが絡んだりとか干渉しづらい。多分これフリーにするとここに、服届いちゃうようになっちゃうんじゃないかな。で、こう引っかかりとか、まあ、引っかかるっちゃ引っかかるんですけど、まあ、それがしづらくなるよっていうのと、こうね、後ろへの動きを制御している。で、こちらの後ろの方のポッコリは逆に、この後ろに行くのを制御することによって、こう、引いてきたら微妙にこのブレードがチリンチリン当たって、ね、音が発生するような、そんな感じじゃないかなっていう風にね、説明見ていいと思ったんですけども。で、これ実際ね、今日はね、ちょっとね、投げに行けないんですけども、絶妙なミディアムスローみたいなスピードで弾くと、チリン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 ね、これがぶつかっている音が鳴っているのが確認できて、で、早弾きするとその音がなくなって、はたまたこのぶつからないぐらいのデッドスローの時も音は鳴らなくてっていう、絶妙なその2位のスピードに弾いた時に、カチョ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 っていう風にね、音が鳴るようなね、そんな感じのギミックに見えましたね。そのために、こう、絡みづらく、なおかつこちらは前に置いておいて、ブレードとの接触音を出すようにっていうね、こういう仕様なんじゃないかな。で、ここにね、デプスのね、コロラドブレードがついておりますが、もうね、これだけでね、すごい破壊力ですからね。結構先輩がカエルのね、フロッグのルアーとか改造するときに、あえてこのデプスのね、ブレードの小さいサイズですけどね、買ってきてつけて、なんでこれデプスのなんですかって、やっぱりね、魚を呼ぶ力が半端じゃないってね、この素材感、薄さと、あとはどうですかね、この愛がついてるとか、鱗模様があるとか、なんか要素があるんですかね。なんて聞いて、自分もなんか改造してブレードをつけるときは、これ別売りでね、4枚入りとかで売ってたりするので、これの 3.5 番サイズとかね、そういうのをね、買ってきていろんなルアーにぶら下げてるんですけども、確かになんかやたら釣れるんですよね、このデプスの、この専用ブレードって。で、それが最初からこうついてくれているっていうね、これだけで釣れそうだなって、これが、ね、下でこうやってプラ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 くる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 動いてくれているだけで効きそうだななんていう感じで、まあ
なんだろう、遊び心満点だけど本気みたいなね、このルアーが入会特典で、ついてきましたね。これすごい楽しみだったんで、かといってこれなんだろう、8月の後半とか9月とかに来たらもうね、トップシーズン、後半が見えてきちゃうので、どうせ送っていただけるんだったら早めにね届いてほしいなと思っていたら、このね、いよいよこっから梅雨スタートっていうね、こんな絶好のタイミングで届いたんでね、積極的に投げていきたいと思います。でね、せっかくデプスの入会特典ルアーの動画撮ろうと思ったんで、最近ね、タックルフェリーに行ったらこんなもの。はーい、今年ね、出たばかりの、カバースキャットで、3インチチャートリュースカラーね。うわー、これ、なんだ、タックルフェリーで買えちゃったよと思ってね、792円、やったねーと思って、今年デプス展示会で発表されていたルアーね、ほんと続々と登場してますね。そんな中で欲しかったんだけど、これしばらく買えないかなと思っていたね、カバスキャ、3インチがですね、しかもこのカラー欲しかったんですね。今までにないカラーだななんて思ってね、これ買うことができたんで、トドラットと合わせてね、これもどんどんね、使っていきたいと思います。それと、じゃじゃーん！これはね、中古で買ったんですけど、これ、中古であったの嬉しいとね、ショート動画で中古動画、えぐりはやめられないなんてね、シリーズ人気だったりするんですけども、これデプスつながりで、ブルフラットの 4.8 インチのソリッドブラックがですね、330円で買えました。しかも空いてない新品、最高だぜと思って、いや、このね、ブルフラットの黒っていうのが、さっきね、トップウォーターの黒ってめちゃくちゃ好きなんですよなんて話しましたけども、水中に入るワームでもね、自分この黒大好きなんですよね。特に、このブルフラット 4.8 のね、黒、これはですね、亀山ダムで、まあ、釣り大会の時とかだけしか投げないんですけども、ちょっと大切に使っているんで、その他の時期というか大会じゃない時はその他のカラー使うんですけども、大会でローライトで雨降ってる時はもうね、これに勝るものがないんで、ついつい投げてしまうブルフラットの 4.8 ブラックが、330円で買えちゃいました。これラッキーっていうことでね、せっかくお得に買えたんでと、最新のね、ワーム買えたんでと、入会特典のトドラット、届いちゃいましたっていうことでね、カメラを回してみております。こんな感じでね、6月期はまあここら辺の、ルアーを駆使してブラックバスを狙っていきたいと思いますので、引き続き、よろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの方はね、ぜひチャンネル登録お願いします。あとトドラットいい感じだねっていう方はね、ぜひね、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。引き続きですね、実況動画の方もね、どんどん作っていきますので、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、デプスのウェーブメンバー限定、入会特典ルアートドラットが家に届いたから開封して眠り倒してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。